皆さんどうもラスです。今回はですね、このデスクトップ画面ですね。これに関して少しね、使い方とか見方とかをですね、解説していきたいと思いますので、よろしくお願いします。まだね、パソコンとかあんまり詳しくない方、もしね、おられましたら、このあたりのね、情報参考にしていただければと思います。ではですね、デスクトップ画面って、これね、何かというとですね、まず、パソコンを起動したらですね、最初に表示される画面がこのデスクトップ画面と呼ばれるものになります。で、このデスクトップ画面を使ってですね、いろいろ、パソコンの操作をしていくという感じになるので、覚えておいていただければと思います。ここにある、矢印のカーソルが見えるのがわかりますでしょうか。これはですね、マウスポインターと呼ばれるものになってまして、このマウスポインターですね。マウスを使ってこのマウスポインターを動かしていきます。で、このマウスポインターを使ってですね、このデスクトップ画面にあるいろんなものをですね、操作していくという流れになるので、覚えておいていただければと思います。じゃあですね、順番にデスクトップ画面の見方をですね、解説していきたいと思います。デスクトップ画面の、左上から解説していきたいと思います。このなんかいろんな絵のことをですね、アイコンという形になるんですけど、このゴミ箱のね、アイコンがあるかなと思うんですけれども、このゴミ箱ですね、どういう役割をしているかと言いますとですね、例えば何かしらですね、このデスクトップ画面のところに、例えば新しい何かファイルをね、こういうテキストドキュメントという、ファイルと呼ばれるものを作るとします。これ右クリックして、削除という項目があるので、これ左クリックするとですね、削除されて、ここからね、パッと消えるのがわかるかなと思います。で、どこに行くかというとですね、このゴミ箱っていうのを、左のね、ダブルクリックすると、この中にですね、さっき削除した、ファイルがですね、ここにゴミ箱の中に入っているのがわかるかなと思います。なので、パソコンのどっかしら、削除した、ファイルとかね、フォルダに関しては、このゴミ箱にね、一旦格納されるような形になっています。で、このゴミ箱をですね、右クリックして、で、ゴミ箱をですね、空にするっていうのがあって、これを押すとですね、ファイルをね、もうさ、完全に削除しますかと聞かれるので、これではいを押すと、これで本当にパソコン上から、削除されるっていう形になるので、覚えておいていただければと思います。なので、通常ね、1回目の削除は、まずゴミ箱に入るという形になって、で、ゴミ箱を空にすると、そこから本当にパソコン上から消えてなくなると、いう形になるので覚えておいていただければと思います。で、続きましてですね、この黄色い、なんかドキュメントの、箱みたいなのあると思うんですけど、これですね、フォルダと呼ばれるものになってまして、今メモフォルダーというのを自分でね、これ私が作っているんですけど、これダブルクリックするとですね、このフォルダが、パッとね、開くという形になります。で、あとですね、ちょっと覚えておいていただきたいのが、ダブルクリックして開くと、この新しくデスクトップの画面上に白いね、枠みたいなのが、この四角い枠が出てくると思うんですけど、これをですね、総称してウィンドウと、呼んでおります。なので、さっきのゴミ箱ね、ダブルクリックすると、このゴミ箱の、ウィンドウがね、立ち上がりますし、このフォルダーをね、ダブルクリックすると、フォルダーの、ウィンドウが立ち上がると、こういう言い方をしています。なので、Windows っていうのは、このウィンドウをですね、複数、このデスクトップ上で作って、で、パソコンの操作をしていくという形になるので、このあたりのね、概念も知っておくと、パソコンのね、操作がわかりやすく、ね、入っていけるのかなと思いますので、覚えておいていただければと思います。例えば、このゴミ箱ウィンドウを消したいんでしたら、この右上にあるバッテンボタンですね。これを押すと閉じるという形で、ウィンドウを閉じるという意味になります。なので、フォルダーの、ウィンドウを開いているという状態になります。で、このフォルダーのね、中にですね、さっきの、最初に作ったですね、このファイルですね、がいっぱいね、あると思います。フォルダーというのはですね、このファイルをですね、いくつも、ストックできる箱みたいなね、ものだと覚えておいていただければと思います。フォルダーの中に、ファイルをね、いくつも置くことができるので、なんか書類を整理する、箱みたいな、感じのイメージでね、捉えておいていただければと思います。
このフォルダの中に、ファイルを入れたり、あとはですね、フォルダの中にですね、フォルダを作ったりも、できます。こんな感じで、新しいフォルダ作って、この中開くとまた、新しいフォルダが開いてね、今何もないんですけど、新しく、ファイルを作ったりもできますし、元あったフォルダの中にあるファイルを、この中に新しいフォルダに入れたりすることもして、ファイルをね、整理することが、できます。フォルダをうまく活用すると、ファイルをね、うまく整理することが、できるような仕組みになってますので、これね、覚えておいてください。で、ウィンドウを閉じたい場合は、この右上のバッテンボタンを、左クリックすると、ウィンドウがね、閉じると。こんな感じでデスクトップの、操作をしていくという形になります。で、続きましてですね、ここにですね、なんか、リゾルブとか OBS スタジオとかあるんですけど、これですね、私が使っている、アプリケーションと呼ばれるものになってます。パソコンの中でいろんなこう、アプリケーション、便利なね、ものを入れることができるようになってまして、リゾルブっていうのは私がですね、ちょうどこの画面をね、録画したものを、動画編集というアプリケーションを使ってやるものがこのリゾルブというものになってまして、このアイコンをですね、ダブルクリックするとそのリゾルブというアプリケーションが、起動するようになっています。OBS っていうのは、画面をね、録画するためのアプリケーションですね。なんで、この OBS スタジオで私は、画面録画して、その後、Resolve っていうアプリケーションを使って、動画編集をするということで、ここにね、デスクトップにこのアプリケーションのアイコンを置いているという形になります。なので、皆さんもね、いろいろパソコンの中にアプリケーションをインストールしていくとですね、多分このデスクトップの中にいろいろね、アイコンが作られていくと思います。なので、そのアイコンをですね、ダブルクリックすると、そのアプリケーションが起動するという形になりますので、知っておいていただけるといいかなと思います。はい。で、続きましてですね、デスクトップの左下の方に行きたいかなと思います。左下の方に行くとですね、この Windows のロゴマークっていうのがあると思います。これですね、スタートと呼ばれるものになってまして、このスタートをですね、左クリックすると、いろんなね、このアプリケーションの一覧が出てきたり、あとはですね、ここに電源のマークボタンがあるんですけど、これをですね、押して、パソコンの電源を落としたりとか、あとスリープ状態、一時的にパソコンを眠らせておいて、すぐに復旧できるようにしたりだとか、あとですね、再起動、シャットダウンしてすぐに電源をオンにするっていうような操作ができるようになったりするので、このスタートをですね、使って、まずパソコンの電源をオフしたり使ったりしますね。このあたりよく使います。で、その他ですね、スタートを使ってアプリケーションね、アクセスするようになったりしています。例えば、そうですね、なんか簡単な使い方だと、この、アプリのとこ行ってもらって、他行の欄見ると、電卓っていうのがあるので、これ電卓っていうのを左クリックすると、電卓のアプリが起動するようになってます。ここでね、数字の計算とかできるようになったりしているので、まあちょっと家計簿つけたりだとか、簡単なね、計算するときはこの電卓アプリを使うと結構便利かなと思います。他にもですね、最初にね、使うようになっておいけるといいかなというのは、この Windows のアクセサリーですね、ここで、メモ帳とかですね、左クリックすると、ここでね、キーボードを打つと、文字をね、入力したりすることも、できますので、このあたりもですね、使い方を知っておいていただけるといいかなと思いますので、このあたりね、ご紹介させていただきました。スタートはですね、まあ、基本的にはこんな感じですね。また細かい使い方とかは、皆さんもね、試してみていただければと思います。はい、続きましてですね、このスタートの右側にある、この虫眼鏡の、アイコンがあってですね、ここに入力して検索っていうあの枠がね、あると思うんですけど、検索バーと呼ばれるものになってまして、ここにですね、例えば、ファイルとかね、アプリをですね、検索するのに使うことができるようになってます。例えば、ここでメモとかって打つと、メモアプリがね、さっきのが検索されて、これを押すとですね、瞬時にメモアプリが、使えたりすることが、できます。他にもですね、メモって打つと、このメモにですね、合致する、テキストファイルですね、このファイルを検索することも、できるようになったりします。で、続きましてですね、デスクトップのこの真ん中の下ら辺ですね、このちょっとだけね、この白い領域があると思うんですけど、このあたりですね、これタスクバーと呼ばれるものになってまして、で、タスクバーがあって、その上にですね、アプリのアイコンがあると思うんですけど、タスクバーの上に、アプリをですね、登録することができるようになってまして、
例えばですね、この電卓のアイコンをですね、左クリックすると、すぐにね、この電卓のアプリが、起動して使えるようになったりしています。なので、タスクバーにね、アプリを登録しておくと、瞬時にね、自分の使いたいアプリが、使えるようになっているので、これね、結構おすすめです。例えば、メモアプリとかを、ここにね、タスクバーに登録したいんであれば、まずこのスタートからですね、スタートからさっきのアクセサリーのとこ行ってもらって、で、メモ帳ってあるので、これをですね、右クリックして、で、その他ってとこ選んで、タスクバーにね、ピン止めするっていうのがあるので、これをですね、左クリックすると、ここにですね、メモのアプリのアイコンが、登録されているのがわかるかなと思います。で、これを左クリックすると、メモ帳がね、すぐに起動するようになってますので、このあたりもね、使えるようになっておくと、非常にね、作業効率が上がるのでおすすめです。で、タスクバーにあるですね、このアイコンを登録解除したい場合、どうしたらいいかっていうと、例えばもうこのメモ帳とかね、いらなくなったってなった時は、右クリック押してもらってですね、で、タスクバーからピン止めを外すというのがあるので、これをですね、押すと、ここからアイコンが削除されているのがわかるかなと思います。タスクバーにあるアイコンですね、このアイコンを自由にね、カスタマイズできて、自分のね、いい感じに、こう、作業をね、効率上げるようにカスタマイズできるので、このあたりもですね、使えるようになっておくといいかなと思います。あとですね、タスクバーの設定に関してなんですけれども、これですね、タスクバーを普段はね、隠すことができるようになったりもしてます。このタスクバーのところで、右クリックをして、タスクバーの設定っていうのを押してみてください。タスクバーを自動的に隠すというのがあるので、今オフになってるんですけど、これをオンにするとですね、タスクバーがヒュッとね、自動的に隠れるようになってます。こんな感じで、何もしないと、タスクバーがね、消えてデスクトップ画面だけになるんですけど、広く使いたい場合はこんな感じに設定にしててもいいかなと思います。で、マウスのね、ポインターを、下に持っていくと、このタスクバーがね、上にこう、ヒュッと上がってくるので、こんな感じで使うのもいいかなと思います。なので、このタスクバーの設定もね、触ってみていただければいいかなと思います。で、続きましてですね、今度右下にあるですね、このあたりですね、このあたり通知領域と呼ばれるものになってまして、この一番右下の方ですね、ここを押すと、いろんなね、パソコンからの通知がですね、ここに表示されるようになったりしてます。その他ですね、この、日付のある部分ですね、これを左クリックするとですね、今、3月21日なんですけれども、こうやってね、カレンダーを表示させたり、時間をね、見たりすることもできるので、あとは、こうやって新しい4月の日付とか、カレンダーをね、見ることが、できるようになってますので、このあたりもですね、確認に結構使うかなと思いますので、知っておいていただければと思います。あとはですね、音量調節したい場合は、この音量のスピーカーのアイコンですね、これを押すと、音量ですね、こうやってスライドで、設定させたりすることもできますので、音量設定もね、知っておくといいかなと思います。まずはこのあたりをですね、使えるようになっておくといいかなと思います。あとはですね、その他なんですけど、このデスクトップ画面、何もないところですね、右クリックするとですね、こうやって、表示とかでね、このアイコンを大きくしたりとか、中ぐらいにしたりとか、さらに小さくしたりとかもできるので、このあたりもね、知っておくといいかなと思います。その他は、個人用設定とかね、押すと、壁紙をですね、変更したりも、できますので、デスクトップ画面カスタマイズしたいって時は、このあたりの設定も使いますので、知っておいていただけるといいかなという感じですね。今回は本当に簡単なんですけど、このパソコンね、起動した後に出てくるこのデスクトップ画面の見方、使い方、簡単にね、ご紹介させていただきました。今回の動画が少しでも役に立ったと思ったらですね、いいね、高評価いただけると今後の励みにつながりますので、よろしくお願いいたします。またね、何かわからないこととか、こういうね、ところ聞きたいんだけど、とかあればですね、コメント欄に記入いただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。ではですね、今回はこのあたりで終わりにしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。失礼いたします。